えこんにちは高瀬剛ですあなたに知ってほしいラテンアメリカ情熱と闇の大陸第2回目ですえ案内役はですね、元共同通信ラテンアメリカ専門記者でジャーナリストえ立教大学ラテンアメリカ研究所学外書院の井高博明さんですどうぞよろしくお願いいたしますこちらこそよろしくお願いします 前回に続いて今回2回目ということになるんですけど、本当にあの、ラテンアメリカっていうのは、まあ、いろんな意味でこう我々も興味があるんですけども、知らないことがたくさんあってですね、今日もその辺のことを伊高さんにお話伺っていきたいんですけど、あのー、USA ってありますね、いわゆるアメリカと我々はね、称してますけども、この USA のことを、どうもラテンアメリカ諸国ではアメリカと言わないというふうに私聞いたんですけど、これは本当なんですか、えーあのー1400 92年にコロムスが行って、はい、それでこの少し経ってから、えー、イタリア人の、うんえー、アメリカのベ,ベスプッチっていうのが行ってですね、はい、そのアメリカの名前からアメリカっていう名前ができたわけですね、はい、でこの「アメリカ人」とか「アメリカ」って言葉を最初に使ったのは、まあえー、特にスペイン人なんですよ。あ<ー>で100年がいたつと大体人間3世代変わりますね 30×3 で。はい でこの16世紀の終わりごろになると大体移住して3年100年経ってるんですね3世代、うん、でその頃になりますとねスペイン人は、えー、イベリア半島にありますから、はい、自分たちのことをスペイン本国人のことを半島人と呼ぶわけですほ<う>だからペニンスラっていうのがこのスペイン語で半島でペニンスラールっていうと、えー、イベリア半島生まれつまりスペイン本国生まれのスペイン人と、はい、これに対して、ええ、アメリカのアメリカ人っていうのは えー、新大陸新世界で生まれたスペイン人って意味なんです<ー>そこから始まってるわけですよであのアメリカが中国の方が独立したのはもう18世紀ですからね、はい、1770年代で、はい、だいぶ後なんですね、ええ、だ自分たちがアメリカ人の最初だっていうこの認識と誇りがまああるでしょう、はい、で、それがもう一つこの広い えー、アラスカからカナダを経てこの、えー、マズアン海峡を経たこの南米の南部まで全部アメリカですね。うん、新世界。はい、ああ、なるほど。 それなのにね、最初に独立したからといって USA がアメリカ合衆国というアメリカの名を独り占めにしたこれけしかなと、この思想があるんです。今のいわゆるアメリカ北米ですけどね、その一部ですけども、南米まで含めてアメリカなんだと。全部アメリカ人ですね。キューもアメリカ人なんですよ。なるほど。もう全部が要するにアスコの地域はですからアメリカの人たちは、このさっきの誇りも含めてですね、はい。 アメリカ合衆国のことね、北米合衆国と言ったり、<う>北米人と呼ぶんですね。<う>ノルテアメリカーノと言うんですね。<う>ただ、この外交文書なんかで正式にこのうう文書を交わすときは、ええあの、アメリカ合衆国って書きますけどね、はい、普段はあはアメリカと言わないですね。ノルテアメリカーノ。えー北米人 それはあの例えば政治家だけじゃなくてですね一般の民衆,の民衆もそういうんですか、えーすあ。これはもう本当に日本ではなかなかそういう方ね方はね、まあ、北米と書いたりはしますけれども、えー、USD と我々基本的にねあるいはアメリカという,ふうな言い方をります、うん、もう戦争に負けて以来ねアメリカアメリカってこうなってますからしょうがないですね。それであの南の方は今ラテンアメリカという言い方をしますよね。えー、これはあのー えー、ラテン系の、つまりスペインとかポルトガル、はい、後にフランスですね。はい、ラテン系語の言葉を使う国の人々が、こっちやってきて、はい、植民地にして、はいえー、領土にして、やがてそこから独立した国と。ははまあそういう意味で、えー、20カ国ありましてね。はい、そのうちの18カ国がスペイン系。はい、それから1カ国がブラジル、ポルトガル系。ルルはい、もう一つがフランス系の配置ですね。はは これに合わせて、えー、ラテンアメリカっていいますね。えー、であとカリブ海諸国とかあります、えー、かね。カリブ海にも、まあ、キューバなんかもラテンアメリカで入ってますけどももともとスペインの,あの領土だったんですけども、うん、後から入ってきたイギリスなんかがそこ取っちゃったわけですよ。なるほどね、戦争をしてね。はい、その結果の、その取っ,ちゃ取っちゃったイギリスの植民地から独立したもんですから英、はい、連邦系の国が大体12あってなるほどで。あとこの えー、スリナムがこのオランダから独立した一つありますね、はい、これを合わせて13ペラトアメリカ20で合わせて33はーはーこれがこの間も申し上げましたけど、えー、広い意味の南米になるとなるほどで北米はカナダと米国だと。こうなるとそうするとラテンアメリカっていうそのくくりの言葉は非常に重要になってきますよね。え重要ですつまり北米ですよねノルテアメリカという先ほどおっしゃいましたけど、えー、そのノルテに対してのラテンというね南北で、えー。 要するに、まあ、同等の位置というふうに、ね、まあ、ノルテに対してって言いますかね、ええ、たまたまノルテのこのカナダと米国と両大国がイギリスから独立しましたからね、はい、アングロサクソンですから、アングロアメリカというんですよ。あ<ー>細かく言えば。アングロアメリカ、アングロ世界対ラテン世界で。なるほどそう、ね。そういう言い方すればね。これはやっぱりこれからの、うん、まあ、あの、シリーズ続けていきますけど、やっぱりラテンアメリカを考える上で、非常にこの考え方は重要な、 ことになりますね。えー、少しずつね。えー、少しずつ進むべきだと思いますね。今あの話がね、そのスペインの人たちとかまあポルトガルもね入ってきましたけども、ラテンアメリカの話がこうどうやってできたかっていう話が出てきましたけど、実はあのここに本がありまして大公開時代という本なんですが、これにあの伊丹さんがですね解説をお書きになってるんですね。刊、えー、末にね。でこれは12月の10日発売ですね。えー あのー、これ本当分厚い本でですね800ページぐらいん、ね、そうですね、ええ、でこの大航海時代というのを今頃ですねちく文庫でね出すというのはやっぱり何かこういうものをずっとこう読んでみたいという人はそれなりにいらっしゃるということです、ねええ、あの段階の世代とかね、はい、読書に馴染んでる世代がこれから社会に、えー、まあ老境に入って出てくると、はい、まあそういうところ まあ、対象の一つじゃないですかね。なるほど。まあ、本当に、あの、どうやって、その、ラテンアメリカができていったかとかね、そういうことを考える上でも、やっぱり、この、大航海時代、つまり、船によって。世界がですね、こう、繋がっていく。その歴史が、これでわかると。え、船しかなかったんですか?。ええ。そうですね。まあ、大陸はね、陸の移動ですけど。うん、まあ、今、あの。いろんなことが、この。切なく。 簡単に、この次から次へと消費されて流れちゃう時代ですけども、はい、その当時から500年以上経ってますね。はい、この500年っていうこの長い歴史でもって今の世界を眺めると。こういうこの考え方が僕はとても今重要だと思うんですね。はい、まさにそういう意味で言うと、はい、あの、この本がですね、はい、えー、一読者として見てですね、とても 面白いですよご興味のある方ね、ねこれ、ぜひ読んでいただければと思います。えー、それと、まあのこの南米に関して、マ、ま、ガ、あ、テンアメリカに関して言うと、ですね直近のニュースとしてね、ベネズエラで国会議員の選挙があったということで、えー、この今、マドゥーロ大統領があ、まあ、政権を率いてるわけですけれども、一応、そのマドゥーロ政権の支持が圧倒的に多かったというような結果なですね。 277議席を争うんですよ。はい。そのうちの、えー、昨日の時点でですね、177議席ですね。はい。えー、マドウロ政権の、政権の、政権党連合ってのがありましてね。はい。 これはまああの中道左翼左翼ですけれども、これが177を取ったと、その,後のあの細かいこと、まだ議席配分分かりませんけれども、そこでえーマドル側が勝利したと。ただし、この公式発表で投票率がですね30%なんですよ。やはりね投票率は50%超えないと、この権威とか信憑性っいう意味でね、やはりこの、 えー、ちょっと首をかしげる人がい,いるでしょう。はい。 だから30%しかなかったとすると、はい、なぜ30%しかなかったのかということをマドロー政権は今後は考えないといかんと思いますね。なるほどね。えー、まあこの辺がアメリカとか、それから EU ですね、ヨーロッパ連合ですね。<ー>この辺のところが、えー、正当性にちょっと疑問がつくんじゃないかっていうのはこありますよね。こ言ってますね。まあ世界193、4カ国,国の中でですね、大体、えー、いい50カ国ぐらいがそういうふうに言ってますね。はあはあ、日本を含めてね。なるほど。えー、だけど、 えー、他の国は、まあ、あの国連もマドゥー政権支持してますからね、はい、国連の滞在はね、えーまあ、今後の問題ですよ1月5日にね、えー、新国会発足してね、えー、これでマドゥななール、えーまあ、さんとしては政治がやりやすくなるんでしょうけど国際的なそのなんていうか見方としてはですね やっぱりアメリカ、ヨーロッパを中心としてかなり厳しい見方をしている。ちょうど1月20日にですね、えええー、バイデン政権があの米国で発足しますから、はい、そこからこの新しい国会を持ったマゼロ政権と、はい、それから新しい、えーまあ、リベラルと言われるバイデン政権ですね、はい、これが出てきて、どういうこの、えー、話し合いとかですね、どういう、えー、関係になっていくかっていうのは一つの焦点ですね。 この辺は、ね、来年、えー、以降ですね、えー、来年の話ですね注目してみたいと思いますね。はい、ということで、えー、ここからですね第2回目の、まあ、いわゆる本論というかテーマに入りたいと思うんですけど今回はですね、えー、亡命の文化ということでちょっと考えたいと思います。亡命と言われてもですね伊田さんねなかなか日本今の特にね日本人にとってはなんか遠い話というかねリアリティがあんまりないんじゃないかと思うんですけども。 しかし,しそうも言えないということがいいろいろありそうなんですよね、まああのー、あんまり古く話してもしょうがないですけど例えば鎌倉の頃ですね源頼朝と義経という兄弟がいましたね。はい、で義経がやっぱりこの、えー、遠くへ追いやられてしまうと、はいえー、あれは強制的なこの国内の移住だったかもしれませんね。うん、あで国内亡命でしたよ、はい、強制的なね。 それ,がこのえー、それからナポレオンがですね、えー、最初にコルシカ島に、えー、強制的に島流しになってその後、はい、セントヘレナ島というアフリカのアンゴラの沖に、えー、追いやられて死ん,で死んでいくんですけどあれもですね、はい、フランス当局から強制的に亡命させられたという、はい、これに対してこの今これから話す亡命というのは自分の意思でね、はいえーまあ、あの迫害されているから,からですけれども。はい その結果自分の意思も守ってですね外に出ていって、うんえー、生き延びると、うん、でいつの日か、えー、剣道従来、うんえー、剣道朝来とも言うそうですけども、ね、戻ってきて戦って政権取ると、はい、まあこういうですね ええー、関係ですね。なるほど。えー、これが特にその、ラテンアメリカを語るときにはですね、ええー、これが欠かせることのできない、ね、まあ、キーワードになってくるという,う、ね。とても重要なことですね。でよね。うん、で、まあ、これはただ、あの、南米と、まあ、ラテンアメリカといってもかなり広いんで、まあ、その中でですね、一つちょっとこう、あの場所を限定して、そこから考えたいと思うんですが、まあ、いろいろ井高さんともお話をこうしていく中でですね、どうも、メキシコというね、 え、これはあの、ここの国がですね、かなり重要なポイントになってくる国だな、ということをね、うん、えー、なんとなく感じるんですけども、まあメキシコというとですね、我々、あの、本当にあの、表面的なことしか知らないんですけども、例えば、最近ですと移民がね、その、アメリカにやってくるということで、 え、アメリカとの国境の間にですね、トランプが、大統領がね、その壁を作ったと。まあ、これが今、なんか、300キロぐらいあるとか、よくわからないんですけど、いずれにしてもね、あの、壁を作っていると。それとか、まあ、我々、あの、本当によく聞くのは、マヤ文明のね、一部がそこのメキシコであったとか、あるいは、まあ、メキシコ料理の話であるとかですね、それから、あの、マカロニウエスタンというね、<laughs> あのついつい我々考えてしまいますけど <laughs> え、荒野の用心棒であるとか、夕日の岩盤とか、いろいろ、そういうものがあってですね、 えー、その程度のことは分かるんですよね、しかし、もっともっと非常に深い、で今言ったその例えば映画のマカロニウエスタンもです、ね、これはあのメキシコの革命と関わっていて、そしてどうもそれがその亡命との関係もあるというような、ね、話もあるようなんですが、この辺をちょっと井高さんにお話を伺っていきたいんですけど、ちょっとまず日本人でこのメキシコに亡命した人がいるということを聞いたことがあるんです,ああですね。 これ有名な人ですけど<ー>、えー、演劇家で,演劇家で兄貴が佐野岳と言ってね、はいえー、まあみんなこの当時の,あの日本の戦前ですから、はいえー、特攻警察なんかに迫害されるんですね<ー>でその席の場合もやはりこの共産党審判みたいに見られて、はいえー、いたんですがまああのー、ロシアね、はいえー、ソ連ですけどもそこに行って。 まあその時は強制的じゃなくて自発的にそういうふうに生き方を選ばざるを得なかったと、はい、そこでこの、えー、メイエルホールドというこの有名な演出家がいて、はいえー、その当時の世界で一番進んだ演劇の演出家だったんですがその人のに学ぶんですねメイエルホールドという人ですねメイエルホールド。 それであの過ごすんですけど、やがてこのスターリンの大粛清が始まって、はい、彼もこの粛清の対象になってるぞっていうのは情報が入ってですね、はい、それであのソ連脱出して、はい、ヨーロッパを経て、えー、USA に行くけども、はいえー、日本の関係がですね、はいえー、ニューヨーク・ワシントンまで迫っていて、上陸できなかったんですよ。はい、あ、そうなんですそうしたらこのメキシコの当時のラサロ・カルデナスという、はい、まあ、解明的な、えー、大統領がいましてね、はいはい じゃあうちへ行きなさいってわけで入国したわけです、ね、なんかあのこの佐野関さんのですね話もちょっと調べてみるとまあ皆さんもあのネットがありますからねすぐ分かると思いますけどちょっとプロフィールを読んでるだけでもその2 0二十世紀初頭のに活躍したその文化人と言われる人たちがいかにそのスケールが大きくあの国際的であったかというのはね しかもまあ当時左翼いわゆる共産党とかねそれから社会主義というものが非常にまだまだあの期待を持って見られていた時代の雰囲気がものすごく伝わってくる感じがするんですよね。でまさにこの当時の知識人のですね、はい、あるいは芸術家のこの。 えー、今おっしゃったようにスケールの大きさですね。はい、外国語にも通じていて。<ー>外国のこれトルストイ、トルストイとかドステスキーとかみんな読んでるわけですよ。<ー>ツルガイノフとかね。そういう、本当にこの、えー、テレビとかインターネット、スマホなんかで、えー、得られた知識で動いてる人じゃないんですね。あ<ー>ほん本当にあの、 生きた世界史の中で同時的にものを考え生きていて表現したそういういインテリーですよねなるほど、まあ、先ほどおっしゃったように、ね、その日本の警察が、まあ、アメリカにまでやっぱり手配をしてたというぐらいに非常に重要な人物であったということがわかるんですけどんなんかメキシコにそれで行ってですねそのアメ,リカそのメキシコのラサロー・カルデナス大統領ですねこの方の計らいでメキシコに亡命できたと。で メキシコに根付くんですかなんか演劇を少し広めたというのは。ええ、このカルデナスとしては、こ,てこの20世紀初めの1910年から1917年ぐらいまでメキシコ革命というのがありましてね。はい、メキシコのこの封建体制を新しくしていくという。はい、ロシア革命の前夜時代の話ですけどもね。<ー>だからこのカルデナスは若き日にこの革命で戦ったんですよ。はい、この真ん中にのパンチョビーヤですね。はいえー、有名なね。はい、だから自,自身もとても解明派で大統領になった時に、はい、 このいろんなことをしたんですが、はいえー、困った人を虐げられた人が命が危なくなったら引き受けようじゃないかと、はい、こういう亡命を受け入れそう思ってたんですね。はい、だから佐野関だけじゃなくてトロツキーも迎え入れましたけれども、はい、でまあ、えー、佐野関を受け入れまして、はい、で佐野関はそこで命が保証されましたね。はい それでこの、見渡すとこの、メキシコはじめラテンアメリカの演劇っていうのは、まだまだこの、えー、前段階にあったんですね。はい。これをロシアから持ってきたメールフォールドの技術なんかを活かして、はい。それでメキシコの演劇を一気にこう高めるわけです。はあ<ー>。それでもう、メキシコの映画界演劇界のち、近代メキシコ演劇映画界を含めてね、そこの父と呼ばれるんです。はあ。今はどうなんでしょう、この今もうね、ちょっと世代変わってね、えええー、死んでからもう、 えー、54年ぐらい経ちますから、はいえー、それ知ってる人はだいぶ少なくなってると思いますだけど私がいた当時はね、えーえー、死んで半年ごとでしたから、えー、もうみんな知ってましてね<ー>ええー、1966年まで佐野さんは生きてらっしゃったところですけど。えー ええ、私残念ながら半年後にメキシコに行って、はい、だから会えなかったんですけどね<ー>、えー、その夫人には会いましたけどもどまあとにかく、ええ、メキシコは近代演劇を植え付けまして、はい、この人の息のかか,かかっていないこの男優や女優はいなかったぐらいですよ、はい、でしかもその名声はですね<ー> 陸所からこのアルゼンチンまで伝わっていって、はい、えー、演劇の盛んな、映画の盛んな国々でね、はい、えー、みんな知られて多大な影響をまあ及ぼしたわけですね。じゃあその、いわゆるラテンアメリカ世界に、あの、の演劇を考える上で、このサムセキさんっていうのは欠かせない人物だと欠かせません。つまりこれは亡命がね、ええ、いかに亡命先に素晴らしい文化を文化を植え付けたかっていう典型ですね。なるほど。これは私たち日本人にとって、ええ、まあ、誇ってもいいんじゃないかと、ええ、なるほど。言いますね。思いますね。 これは亡命の積極的側面というよ、ね、うな言い方なんでしょうけど今出てきたそれはあのいわゆるカルデナス大統領という当時のメキシコの大統領の理解があったということでね佐野さんが言ったと。でこのカルデナス大統領を今度ちょっと知りたいんですけどその前にそのメキシコ革命があったというね、はい、このこともちょっと押さえておかなきゃいけないんですけどいろいろ資料を調べるとそのラテンアメリカで最初の民主主義革命やったのはメキシコであったと。 ということで、すよね独裁政権があったものをです、ね、こう倒すわけですけれども、まあ、その倒した左翼の中にもいろいろまたこう路線闘争があってね、分裂していく中で、最終的にこう、まあ、ある程度まとめていったのが、このカルデナス大統領であったというふうに聞いてはいるんですけれども。まああのー、1820年代にですね、はい、21年にこのスペインからメキシコとか、中米一帯が、えー、独立するんですけれども。はい 独立したけれども、結局あの、えー、メキシコ生まれ、ラテンアメリカ生まれのアメリカの、つまりスペイン人ですね、うんえー。アメリカ人、スペインから見たアメリカ人、それが牛耳っていたんですよ。はい、独立したけれども、植民地財とあんまりこの支配関係、保険的なものは変わらなかったと思す。で、このいろんな、えー、矛盾がずっと続いていって、 その結果としてこの、えー、ポルフィリオ・ディアスという独裁が三十七年続くわけですよ。<ー>これを倒そうとしたのがメキシコ革命で1910年から17年で、これはパンチョビジャーですけど、ね、エミリアのサパタ<ー>有名なね<ー>、えー、ああいうのが出てきて農,農民の立場から革命やるとかこれに対してブルジュワの側から革命に入った人とかごちゃ混ぜなんですよ。なるほどだから、ごごちゃごちゃゃしてですね。<ー> 何が漢軍か何が俗軍か分かんなくなっちゃってすごいこと、日本人も革命に何百人か参加していたっていう話もちょっと聞いたんですよちょっとびっくりしたんですけど、これはですね、明治維新以降ですね、大正昭和の初めとかありましたけれども、日本がずっと、当時はこの明治の末期からね、あですけれども、日本はものすごく貧しかったんですよ。 それでこの、機民と言われましたけども、たくさんの人をこのハワイとか、えー、ー米州の方にこの、行,しね、行かせたんですね。はいはい、で一部がですね、えー、メキシコに行ったんですね。はい、それはあの、えー、鉱山があるんですよ。はい、銅山とかたあの石炭の取るね。はい、で、丹田がありますんで、えー、300人、500人、 もっと多かったんですね。えー、鉱夫として3年間の年季暴行みたいで行くわけですよ。<ー>で、その中の何人かがですね、はい、えー、まあ、傭兵、雇われて、給料もらって兵隊になって戦うと。<ー>その戦う先が、あの、えー、結果としてかつ、憲法のための、憲法の政治、憲政ですね。はい、憲政軍か、 それともあの独裁の流れを組む、ねうんえー、軍隊がですね、はいえー、またこの同じ憲政軍でもこのいい戦の刃があるんですね、うん、いろんなとこ入ってくるわけです、うん、なるほどでそういう中の一人のことをなんか井高さん少しお調べになったというかいや私は調べたんじゃないんですけどね私の友人が上野英心秀信さんね、はい、この人はあの元筑豊炭鉱夫ですよそうですね で、これはあの私の友人のミキさんって人が、えええ、上野英信の生き,生き,か生き方を忍びな,ながら、この本を書いて、はい、で上野英信がですね、<え>この今話しているメキシコ革命に参加したですね、はいえー、ここにある、えー、沖縄出身の山マノハ・マンエというんですよ。<ー>この人のあの、ええ、生き方を本に書くために、はい、えー。 伊達アメリカまでで取材に行ったんですよ<ー>で私も一回あの賞賛受けて上野さんにいろいろ話した思い出があるんですがね、はい、もう四十何年も前の話ですけど、はい、でこれが山の挟んで、はいえー、最後はキューバで死ぬんですけども、はいえー、この人がこの炭鉱フで行ってそれ、はい、でこの、えー、北の方ですね、はい、で米国が近いからね、えー、米国に密入国しようとしたら失敗して戻ってきて。はい、で結局こののメキシ革命の このえー、当時官軍だったけど実は俗軍みたいなところに、はいえー、入っちゃってね、はいえー、官軍だと思って入っちゃったんですよ。そこが俗軍だったと。<laughs> そうなんですか、ね、でそれで革命軍の偏軍がやってきて捕まって、えー、で次から次へと一人ずつ銃殺されていくんですよ。は<ー>はい、次は君。彼の番になったらね。はいえー 彼を知ってるね、この宿屋の主人か、なんか、この人は日本人だと言った。<ー>でお前日本人だか、かってんで。あの、殺されないで済んだと。<ー>まあ、そういう。う、人でね。すごい人生を送ってるんですよ。あれですか、その、わざわざ、その、メキシコまで行ったというのは。 これなんか炭鉱夫として行って、ええ、そしてそこで本来兵隊として雇われるということなうですで上の英信がね、ええ、単行婦だったでしょうあ<ー>だからそこに共通項というかそう考えると本当にあの当時まあ日本がねハワイとかねそれからブラジルなんかの移民がいろいろ行ってたわけですけども、うん、やっぱり日本という国がものすごく国際的にね人の移動があったなっていうのがこれもまた一面わかる感じがしますね。 えー、だから明治維新以来、この明治政府から派遣されてですね、ええ、ヨーロッパとか米国にこの文明開化植産工業とかありましたから<ー>たくさんインテリが行ったけどああいう完成の知識じゃなくて、はい、こういう巷のね、名もない、えー、民衆がですね、はい、食うために、えー、行ってるわけですよたくさん。なるほど。このの動きをやっぱり見る、あのー そうですね。えー、これは本当にあの、ブラジルのね、日系移民の人の話もそうですし、やっぱりラテンアメリカを語るときには、本当にこう、民衆の一人一人の、えー、その物語っていうのがたくさんあるなっていうのを感じさせるんですけども。 あとですね、このやっぱりメキシコ革命で言うと、いわゆるマカロニウエスタンというのはね、我々ほんと子供の頃にね、いわゆるアメリカが作った整備学と別にですね、なんか暗いな、でもなんか惹かれるなと思いながら、あの見た記憶があるわけですよね。音楽もなんかこう暗くてですね、哀愁があるというか悲しみがあるような音楽でしたけども、これも結局メキシコ革命を扱ったものが、 あるわけですよね革命時サパタとかね、えー、でサパタっていうのはその農民革命やるということでこのメキシコ革命の中に関わっていって、まあ、割と急進派であったというふうにも聞いてるんですけどこれもやっぱり我々が本当に。 普通のそのマカロニウエスタンとして見ているんだけど、それはやっぱりメキシコ革命との関係があったという。そうですね。すね結局はメキシコ革命をやりますけども、うんえー、その前にこの米国がメキシコと戦争してね、うん、今のテキサスからカルフォルニアとかコロナとか全部取っちゃったわけですよ。はい、だから USA はあの、大西洋か太平洋までつながる、こういう今のような形になったんですね。はい、この、この辺の部分は、あの、あこれみんなメキシコ、 スペインから受け継いだメキシコ領土だったんですよこれこの辺ね、まあ、こ,れこれ全部その戦争で取っちゃったわけですねここで,すね、はい、で今こういう形になったんです、えー、元はこういうのあのテキサスここですからこういうメキシコだったわけですねそういうふうにやられちゃった米国に虐げられてしまった土地を奪われた殺されたと、はい、そういうこの悲劇をメキシコは歴史的に味わってると、はい、でメキシコ革命やったけども革命中も米国からこの介入されて、はいえー、そういうようなひどい目に遭ってるんですがね、はい まあそういう中でで,できたこのメキシコの広いこの,えこの辺の,この北部地域ですね、はい、これが主なメキシコ革命の戦場だったわけです、はい。 このあ赤ちゃけたね、あ,<ー>あの、荒れ地が続いてますが、サボテンがあったりしてね。なるほど。これがこのマクロニオシタンの舞台に、まあ一応使われてるわけですね。ここですね。この辺っていうことですねで。こっちから逃げてきた人とかね、<ー>いろんな設定がありますが。<ー>それでこの悲劇のサボタにしても、<ー>パンチョビジョにしても、最後はこの暗殺されなんです。この最長いますね。一<ー>位の栄光で民主のために何か勝ち取ったけども、結局はこの、うん、えー 権力とか、えーえー、時代の流れで暗殺されてしまうとかね。なるほど結局そういう悲劇のヒーローなんですよ、最終的には。なるほど。うん、まあなんかこう、いろいろ資料を読むと、急進派というふうにこう位置づけられてるようですね。それから穏健派というのもあって、それから保守派みたいなのもあってね、路線闘争がある中で、まあ、サパタもあるいは。これ最のもっとも急進派だったそうですね。で、<に>その後に、えー、その先ほど言ったカルデナス大統領が、まあ、メキシコを日主義的に 運営していくという、まあ、そんな流れのようにも。そうですね。メクツク革命は若き日に戦ったカルデナースですね。あの。どんな革命だったか知ってるわけですよ。はい、それから十年二十年三十年経つうちに、ね、はい、この革命っていうのは、この。 いつまでも長,い長くこの急進的であることは人間できませんので堕落していくわけです、はい、あで堕落していったのを1935年から40年ぐらいまでの間がカルデナスの6年間大統領なんですね、はい、で堕落したメキシオ革命をこの、えー、立て直すと、はい、中高ですねあ<ー>で真ん中であの起こすという中高の大統領だったんですねなるほどそのの中にこの、ええ、亡命があって、はい で、スペイン内戦が、えー、あって、はいあの、フランコ軍に負けたたくさんのスペイン人をメキシコに迎え入れて、<ー>これがメキシコの文化は上げていくと。<ー>で、こういうふうにさ,あのさっきのその席の時も申し上げましたが、はいあの、亡命の文化的に貢献する良き部分ですね<ー>そ。そこまで計算してはいなかったと思いますが。なるほど。えー まあそういうい大統領ですねと今の,そのメキシコの発展のやっぱり礎みたいなものが、ね、やっぱそこでいろんなものが入ってくるというのがその時代に、ね、あったんだろううという、ええ、特に教育とか、ねね、あの文学とか、ね、なるほど逆に言うと、ええ、スペインには知識人,人,人がたくさん外へ出ちゃったもんですから、はい、スペインにはこの何十年というの文化の穴が開いちゃったんです。 この空洞は一生埋まらないとスペインの,あの自身が言ってますからね。なるほど。こういうことを考えると、今でもこういろんな人たちが移民になったりね、まあその政治難民として逃れていったりするわけですよね。ええ、いろんなところは、ヨーロッパなんか特にそうですけど。まあ日本にもね、そういう政治防衛を求める人いますけど。そ,その席がラテナメリカに 演劇の花咲さかせさましたけど、ええ、あの人がもし日本で、ええ、あの安全にね、ええ、演劇活動をやったら日本の演劇は進んだわけですよ。それがなくなったということを考えれば花が開いたわけです。だから こう移民がたくさん入ってくるとかいろいろ大変なこともあるでしょうけどやっぱりこう文句を閉ざしてるだけではダメだなっていうことをなんかこうメキシコ革命のお話を聞いてると伝わってきますけどそれからロシア革命の立役者であったトロツキーも粛清を逃れてこのメキシコへ亡命したと結局他に行くとこなくてカルナスがいらっしゃいとそれでこの1 9 3 6年に入ってだけどえー スターリンのですね、はい、長い手と言いますが、はい、つまり世界中どこでも彼の命令が届えちゃって、結局あの、えー、トウツキあのスペイン人のですね、殺し屋がうま、えー、い具合にこのトウツキに取り入ってですね、はい、トウツキの住んでるとこに入れるようにしちゃって、はい、ある日この書いたものを読んでくださいってこう持ってって,って、はい、読んでる、トウツキ読んでるとき、隠し持ったピッキルリと思って脳天を叩き割ったんです。 すごいですね。で病院に入った後に死にましたね。まあそういう話もあるわけですし先ほどその出てきました共和国軍のね、うん、スペイン共和国軍の市民多数を、はい、まあメキシコが受け入れたということでなんかその非常に私的な人々が多かったということで、はい、最高学府もできたというような話聞いてま、ね。ええー、メキシコ市にあるですねコレヒでデメヒコと。えーはい あの大学院級の大学ですね<ー>で。その下にこのメキシコ国立自治大学っていうウナムというのがあるんですが、ものすごくでかい大学ですね。はい、それよりこのレベルが上なんです大学院大学ですから。ね、これを作ったのがこのスペイン人の、えー、亡命者なんですこういうのを見てると、あのなかなかね、日本というのはこうレ日本列島の中に、まあ、あの多くの人が変わらずにいてですね。 えー、一時期は鎖国までしていた国ですから、まあ、今でこそ国際化というもののまだまだ、こう人のね、 流入というのは少ないと思いますけどメキシコを見ていると本当にこのいろんな人たちが入ってくるなというのがか、ね、外から血を入れると、えー、それは、ね、自分たちはスペインが500年前に入ってきた後に、えー、あとに散々混血させられたわけですよ<ー>ですから違和感がね、えー、私たち日本人と比べて違和感に乏しいわけですよ血が混じっていくということはそのまま文化的にも混ざ,混ざるわけですよなるほどそれからですねあのメキシコを たる時にまたその今度はもっと南米の大陸の方に行きますけどそのえとアゼンデ大統領っていうのがいましたねチリでね民主的なその国家を作るということだったんですけど結局そのアメリカのまあが後ろに控えていてえークーデーターが起こってね軍事クーデーターで結局自殺するというかね追い込まれていくわけですけどこの,あの奥さんも受け入れてるんですね。 そうですね。のこの、アジェンデ1973年の9月11日のクーデーターで、はい、彼は戦った後にね、はいあの、自殺するんですね。はい、もうダメだと。はい、軍がこの、えー、命、命作るから外に出ろと、亡命しろと、はい。彼は亡命を拒否してね、戦って死んだわけですよ。はい、最後は自殺して。はい だからアジェンダはがこの、その後神話化して残って、地理に重くのしかかって、ええ、で地理が民主化すると、アジェンダがそういう神話化したからですね。ははまあそれでその、えー、当時ですね、たくさんのこの、えー、アジェンダ派のね、えー、社会主義派の知識人とか労働者とか、ジャーナリストとか、作家とか、メキシコの方に、メキシコとかヨーロッパに20万人ぐらい出たんです。 ああそ,そのうちのかなりの部分がメキシコに来まして、ええ、その時はエチベリアという、えー、<ー>まだ98で生きている大統領が引き受けたんですよ。そ,ですね、その中にアジェンデの夫人だったオルテンシア、ええ・グッシという女性も来ましたね、はいはいで。私はまあ実は個人的なことを言いますが、私の チリの情報源そうなんですか。その、あの、アゼンデ大統領のご夫人ですね。すえー、その後、あの、民主化して、えー、民主化の前ぐらいから帰国許されてね、はい、チリでも、あの、亡くなるまで会いましたけどね。ああ<ー>、えー。なるほど。それから、あの、ノーベル賞を取った詩人のパブロネ・ネルーダさん。え、パブロネ・ネルーダもですね、えーえー、あの人はね、実は前立腺がん、 をっていたんですよ、はい、それでまあ療養中だったんですけど、クーデーターが起きるやですね、はい、軍政に身柄をね、自分の家から引っ張り出されて、はい、でチリのサンティアゴにある、軍政の息のかかった病院に入れられて、はい、で,で、その時、ネルーダはですね、はいえー、メキシコ大統領の計らいで、やはりメキシコに亡命することになっていた。はい、その前の日に休止するわけですね。<ー>それでこの、えー、毒もらえたんだろうというのが、あの でそのための解剖をしたりね、骨をあのもう引っ張り出してね、墓から。やったけど、はあえー、明確なあの証明はなさ、もう時間が経っちゃってなされないんですけどね。はあ、もうおそらくいろんな状況証からすると彼は暗殺されたんだろうと。はあ、なぜかその、ネルーナがね、ネプソに行けば、うん 大変な反ピノチェ軍政のスポークスマンみたいになっちゃうんですよ。えー、あつまりチリがピノチェト政権というのに関わって軍事政権になりました。たね、そ,のその反ピノチェトのまあ機種みたいな形で、うん、メッセンジャーとしてはすごいことになるということなんですね、えーえーあ。それを恐れて殺されたと。えー、そうに見られてますね。なんかその亡命の前日に不可解な死を遂げたというふうに聞いてるんですけどね。 いやなんかこう考えるとその亡命せざるを得ない状況も生まれるんだけど、まあ、そこの裏でまたそれをこう止めようとする動きがあったりしてものすごいなんかこう<ー>濃い歴史がですねここで展開しているなという感じがねするんですけど<ー>あとキューバ革命との関係もねメキシコを抜きには語れないと聞いうなんですい兄弟がしますね。 陸軍の基地を襲って、はい、捕まっちゃって裁判にかけられて、はいえー、長い刑を言い渡されるんですけど、2年後に恩赦、えー、でね、はいえー、いろんな、まあ、圧力があって釈放されてメキシコに、えー、亡命するわけですよ。で、メキシコに、そこでチェケバラがすでにメキシコにいて、はい、アストロと意気投合して、仲間に入るんですが、はい で、彼らがねメキシコ市の郊外で軍事演習やってたらね、はい、このキューバの独裁派の秘密警察を嗅ぎつけて、はい、で、メキシコ政府に言って一網打尽になっちゃうんですよ。はい、で、そこで打尽一網打尽になったり殺されたりしたらキューバ革命なかったでしょう。はい、とこころがそこで、例の、 老年期にあってラサル・カルデナス大統領がまだ影響力持ってましたんでメキシコ西洋にいろんなこと言ってそれで釈放されるんですよ。そうなんですかだけどもこの独裁派の警察とメキシコ警察が組んでますからね安心できないっていうんで予定繰り上げてですね1956年の10月にね11月にメキシコ船で離れて12月に上陸して革命始めるとこういうこれもカルデナスのおかげ。 あれですよねそうするとゲバラもひょっとしたらそこで殺された可能性があったがなければ、えー、働きがゲバラもあのその前にグアテマラの,あの政変を経験して彼も狙われていたけどメキシコに、えー、うまい具合にこう逃れてね<ー>、えー、これあの、まあ、今あの、日本の若い人も、ね、チェ・ゲバラの T シャツを絵柄の T シャツを今でも着ているようなですね やっぱりその、こう、革命のことはあんまり知らなくてもね、ゲバラという人間の魅力みたいなものに、今の若い世代もどうも興味を持ってるようですけども、こういう歴史を聞いてくると、 よりなんかこう関心が出ますね。うん、チェーガバラはものすごい読書家だったんですね。<ー>今の若者たちがチェーガバラに憧れるんだったらね、せ、えー、っかく憧れるんだったら本をもっと読んでほしいですね。ああ、なるほど。それから視野がものすごく広くて。そうですねで。で、あの、スペイン語は母国語ですけど、フランス語がまた流暢に喋って。えー、あ,あの医師、医師の資格を。 ね、あのドクターの資格が、ね、ありますよね、えー、まあだから大変なインテリーではあるわけですけど、えー、フランス語でね、えー、ジ,ャジャンポール・サルトルと一晩中語り合ったぐらいのフランス語を喋るんですかこ、ね、れはまたすごい方ですけど若い人もこのゲバラに関心を持つこと自体はね分かい,いことないですけど、えー、このやっぱりどういう歴史の上でこのゲバラが登場してくるのかと。そうそう いうあたりはね今のお話で若い人どんどん外国出ていってほしいですね。でこれでもってですねそのカルデナス大統元大統領の、まあ、計らいがあってねカストル兄弟なんかも難を逃れたとでそれがあのキューバ革命に今度はつながっていくということそのおかげで出てってね、えー、革命して勝っちゃうわけですから。 で、このキューバ革命が起きたことによって、またその世界に非常に大きな影響を与えていくわけじゃないですか。そうです。それでよね。でそれでまたこの、この間もお話ししますけど、えー、いろんな人がこの革命の影響を受けてゲリラ戦を始めたりして、うん、そこで捕まって逃れた人が、えー、あの、えー、亡命していくと。<ー>今思い出してましたけどもね、えーはい、1970年の初めに、七十年代の初めにですね、はい、日本の、えー、 大口さんというね、サンパウロに駐在していた日本の総領事が誘拐されたんですよ、はい、ゲリラに。ああ、はい。覚えていらっしゃるかもしれません。えーはい、この人の命を救うために、えー、獄中にいたゲリラがですね、はいえー、10人ぐらいこのメキシコに亡命して、はい、その後、この、えー、キューバに亡命しましたね。はい。その一人が私と同年配でね、ジャーナリストの、はい、ええー、男なんですよ。はあ、はあ、はあ。大沢マリオというね、はいえー 今はもうジャーナリストで頑張ってますよね。はい、この人はキュ、えー、キーバに亡命した後に、えーえー、ブラジル人ですからポルトガルを喋りますんでね、アフリカのポルトガルに行ったりアングラ、アンゴラに行ったり、いろんなとこ回って、はいえー、その後、えー、民主化の前後に恩赦で、えー、ブラジルに帰ってきて、今ジャーナリストやってますが、は<ー>この人も、えーえー まあ我々のジャーナリズムの仕事を長くやってきましたけどもたくさんのジャーナリストがやっぱり亡命したり戻ってきたりしてやってますよ<ー>だからジャーナリズムはとても活気があるんですね、まあ、キューバというのもまた非常に今若い人たちはねやっぱ何かこう漠然としたものも含めてキューバに憧れる、まあ、音楽なんかの世界もあるわけですけど今お話聞いてるとやっぱキューバというものもこのメキシコがあってっていうかねカルデナス大統領の影響が非常に大きい。 こう考えてくるとやっぱりメキシコで最初のラテンアメリカ世界の民主主義革命が起きたことによってそれがさまざまな形でこう人が動き波及しそしてキューバで革命が起きそのキューバ革命の土地に今度はまた誰かがいろんな人が亡命していきそこからまた出ていき左翼運動が盛んになっていくという何かダイナミックなものがね今日ちょっとお話伺ってると しこ見えてくる感じがん、ね、それがだからあの冒頭に申し上げたラテンアメリカというえ大体の国がスペイン語を使うとあ<ー>そしてこのカトリックの人が圧倒的に多いと、はい、そしてこの食べ物とか気候風土ですね似てると根血してる白人が多い国も少しありますけど、まあ、根血してるとかね、はい、そういう共通性があるからこそ亡命しやすすいんですよは<ー>日本人が外国行って生活習慣とか言語に困っちゃうんじゃなくてね あたかも自分の国のちょっと離れたところにいるような感じでの過ごせるんですね。はあはあ、そういうまあこの共通性がある大陸ですから、まあ、防衛も盛んだっていう、はあ、側面がありますね。言語というのは一つ大きな鍵になってくるてまあ、まあ、スペインということです、ね。スペイン語の国が18もあるんですもんああそれはやっぱり非常に大きいですよね。えー、国境は、まあ、あってもなきゃいけないこう、えー、移動もするでしょうし。えーえー、なるほど。 いや、こうやって考えてくるとね、ラテンアメリカという、まあ、我々、例えばブラジルをかん思い浮かべたり、それから、あの、アルゼンチンを思い浮かべたりとか、いろいろするわけですね。あるいはサッカーが強いとかね、はい、そういうことを考えるんですけど、そういうことも大事なんですけど、そこの中にこう、秘められているいろんな歴史を知っていくことで、なんかこう、 どん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 ラテンアメリカというものがどんなつながり持ってるのかとか、今日2回目ですけど、はい、だいぶあのラテンアメリカの,そのメキシコ革命から始まって、人がどういうふうに動いて、そして亡命というものがまた革命を引き起こしね、そしてそれがまた今度アメリカはそれを必ずしも良しとはしないでしょうから、またそこでその北米と南米の間のいろんな総国、対立も生まれてくる。はい、世界のこう国際政治のダイナミックなもののなんか原点というか、 ベースのところが少しよく見えたような感じがちょっとしますね。まああの常に流動的ですね。あ<ー>事態はね。なるほど。だからも、ま、う、あえー、日本の政界で一寸先は闇とか言いますが、はい、まあラテンアメリカもね、えー、あのいつひっくり返るかもわかりませんし。はい。えー まあそういう、なんていうかな、ええ、面白い明。明日が必ずしも今日の延長じゃないみたいなね。はい、そういう,う一つの,の大きな世界ですから。そこに、まあジャーナルズムから見ると面白いっていうのがありますね。ええ、そうですね。ええ えー、今日はですね、あの、第2回目として、えー、ラテンアメリカを語る一つのキーワード、えー、亡命の文化ということでお話をしていただきました。非常に興味深い。この亡命がまた革命とつながっていく。その革命によってまた新しい歴史が動いていくというですね、えー、この辺の興味深いところをですね、今日は聞けたと思います。えー、第3回目はどんなテーマになるか私も楽しみにしておりますいや、今日どうもありがとうございました。いや、こちらこそちありがとうございました。